は新しい技法を用いて邦楽の普及活動を行っている NPO 法人新邦楽四つ葉グループをご紹介します。設立のきっかけをお伺いしました。北西町に住まいしているところの近所の子どもたちにちょっと集まってもらって、でその何人かに対して三味線を持ってもらって、それがきっかけでございましたね。新邦楽四つ葉グループの主な活動は、新邦楽といって洋楽を取り入れて三味線の譜を作って楽しんでるグループです。多くの方の笑顔のためにという、みんなが笑顔で楽しんでいただくようにっていうのが大きな目的ですよね。それと普及ですよね。このような自主公演発表会で普及で、学校へ行って普及、子どもたちに教えていただくのにも先生方がね、ご理解いただかなかったらと思って、先生方の講習会を毎年夏冬やってきました。で、あの養老院のね、藤原の40年継続してます。これはもうクリスマス慰問っていう決まったあの行事ですけれど、あとご依頼があればどこへでも伺ってというね、まあ、皆さんにね楽しんでいただくという。今後も新邦楽の魅力を伝えながら多くの人との交流を楽しんでいきたいという安田さんです。五線譜を三線譜見直せば皆さんが弾けるだろうと、来年度は日本の曲だけじゃなく世界中の曲を和楽器で演奏できたら素敵だろうなと、外国の曲でも演歌でも童謡でも何でも三味線の譜で演奏できます。皆さんもどうですか、ご一緒に楽しみませんか。お待ちしてます。